皆さん、これが何の製品かわかりますか？実はこれ、ある場所をトレーニングするためのものなんです。はい、皆さんこんにちは。ケアネットの理学療法士の小野正幸です。本日は令和4年度川崎基準認証製品のエアロフィットアクティブをご紹介をさせていただきたいと思います。川崎市中原区にあるケアネットからお届けいたします。ケアネットは川崎市内で高齢者のデイサービス、居宅介護支援、訪問介護を市内4カ所で提供しております。本日はですね、エアロフィットアクティブを3週間試していただいた川崎市民の岡崎さんにいらっしゃっていただいてます。岡崎さん、よろしくお願いいたします。はい、岡崎です。よろしくお願いします。エアロフィットアクティブは呼吸筋をトレーニングする機器になっております。デンマークのエアロフィット社が開発し、株式会社青色さんが日本の総代理店として販売なさっています。それではエアロフィットアクティブのすごいところ、特徴を挙げていきたいと思います。まず一つ目、使い方がとっても簡単。はい、はい、これは口に加えてですね、1日5分吸ったり吐いたり、息を吸ったり吐いたりするだけで呼吸筋のトレーニングが行えます。そうですね。二つ目です。場所や姿勢を選びませんので、立ってでもできますし、座ってでもできます。どこでも手軽に簡単にできるところがすごいところだと思ってます。三つ目です。負荷量を簡単に調整できます。この入るところと出るところ、ダイヤルを回すだけで簡単に調整ができます。はい、4つ目です。アプリと連動させられることができます。ボタン1つでトレーニングの結果が見れますので、やる気は出てきますよね。はい、私もアプリを使ってトレーニングしました。はい、アプリに従って吸う、吐くをするだけなので、とても簡単にできました。はい、5つ目です。メンテナンスが簡単。これは使い終わった後に水洗いするだけですもんね。はい、水洗いだけで簡単です。はい、それでは岡崎さん、実際に試してみていただいてもよろしいでしょうか。はい。岡崎さん、ありがとうございました。実際これを3週間試してみて、はい、何か効果を感じてらっしゃいますか？はい、か細い声がなくなりまして、か細い声なくなった、声を出す時の空気の出し入れが、はい、とても力を入れやすくなりました。あ、空気の出し入れしやすくなったんですね。はい、お、それはすごいですね。はい、僕が感じているエアロフィットアクティブの優れているところをご紹介します。まずですね、岡崎さんと同じように元気な方でも元気なうちから始められるトレーニングが始められるところがいいところです。またポケットにも入るくらいの大きさなので、いつでもどこでもやれるというところが優れているところだと考えております。今回はエアロフィットアクティブについてご紹介しましたが、いかがでしたでしょうか？この製品についてさらに知りたい、試してみたいという方は概要欄にあるお問い合わせ先をご覧ください。川崎市 YouTube チャンネルでは、これからも多くの認証製品をご紹介していきます。